はい、お疲れ様です。今日はまあ何回もね行ってる場所のスクラップにはなるんですけど、そこの切り離しに向かっております。なんかすごい渋滞してますね。ありえへんぐらい渋滞してるな。なんやこれ。はい、皆様にご報告があります。この度チャンネル登録者数が1000人を超えました。ありがとうございます。いやー、約5ヶ月ぐらいですか。5ヶ月ぐらいかな、うん、で1000人達成しましたね。まあ1年とかかかるんかなとか思ってたんですけど、まあまあなんとか5ヶ月ぐらいで達成することができました。まあね、ようやく1000人、このままね1万人とか10万人とかいければいいんですけど、そこまでいけるかどうかはちょっとね分かりません。ネタがねないんですよ。やっぱり動画にするネタが、はい、これからも引き続き動画制作投稿頑張ってまいりますのでよろしくお願いします。いやー、そうそう、でまあね1000人達成したら一応あれ一応収益化の手続きっていうのかな、申請みたいなのが一応できるようになったんで、一応それはしてるんですけど、まあちょっとなんか時間かかるみたいですね。なんか審査されるらしくて、その審査にちょっと時間がかかるとのことで、まあ収益もらえるほどのあれではないんですけど、多分その収益がしてからあれなんでしょうね、多分まあもらえるはずなんで、収益化する前の動画は多分何回再生されてるか多分もらえないはず、収益化してからの回数のはずなんで、これからね10万回再生とかいろいろ連発していきたいですけど、どうなることやら。最近視聴者さんにまた声かけていただきまして、まあ、ある倉庫に行ったら、ね、いつもこう止めるそのコンテナを持って行って切る場所を指示してくれる方がいてるんですけど、その方にバーって走ってきてもらって、あ、 YouTube 見ましたよって言ってもらってね、あ、 ありがとうございますって言って、でかっこいいっすねって言っていただいて、いやいやいや何言ってるんですか言って、ねえトラックのことがかっこいいって言ってくれてるのかちょっとどっちか分からなかったんで、こういやへへへへ言いながら、ほんでねえへへへ言って、まあかっこいいなんてねえ言われたことないからもう舞い上がっちゃってその後もう20フィートやったんですけど、そのコンテナただこうまっすぐバックするだけなのに僕2回やり直しましたからね、どんだけ動揺してんねんっていうあんだけ簡単なバック2回もやり直すっていう、ほんままさかでしたね。いや、その説はありがとうございました。まあ見ていただけてるかちょっとわかんないですけど、そのお兄さんもだいぶねかっこいいんですけど、男前な人に言われるとちょっと照れますね、やっぱりね、おほってなりますね、やっぱりね。
絡いたします。ちょっと先に現場の様子を見に行ってまいります。何もない右バックですが、扉でも開けるのかな。え？あ、車の貸し借り。無事にスクラップ、切れました。簡単な右バックですからね。でそこの行った外人さんになんかリンゴジュースもらいました。 100% アップルジュース、神戸居留地って書いてるのかなこれ、いただきましょう冷たいうちに。100% ってやっぱ美味しいですよね、濃くてね。オレンジジュースでも何でもそうですけど、なんかお高いジュースの味がします。喋ってるだけの動画になっちゃいました。ちょっとね、最近ねバタバタでね結構動画を撮る時間があんまなかったりしててね、なんかこうお昼の間でもね回そうかなと思うんですけど、やっぱりずっと無線がひっきりなしにねどうしてもね入ってきたりなったりしてるんで、なかなかね動画を回すっていうのがなかなか厳しくて、これからちょっとね以前に比べて更新頻度がねちょっと落ちちゃってるんですね。頑張ります。もうね登録者数もね1000人いきましたし、これからどんどん5000人1万人
と他の YouTuber さんの背中を追っかけてがむしゃらに頑張りたいと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価の方お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。